みなさん、ナマステ。日本語のイピージのパッチャラへどうぞ。私はカンナ・アニタと申します。今日のモジュールの題は、現氏物語のあらすじ、その2です。そして副題は、うじじじです。まず、学習目的から始めます。現氏物語の内容の分類、 あるいは、ぶたてを理解すること。うじじゅうじの中心テーマをより理解すること。流星期から衰退期に向かおうとしている貴族社会の状況をわかること。作家の世相に対する深い洞察力を知ることです。はじめに、全モジュールでは、 源氏物語の主人公である光源氏の人生を当時の世相を背景に紹介しましたね。キリスボの城から幻まで、その誕生から出家直前に至るまでの展開を簡単に述べました。源氏物語の54条のうち、 最後の10巻は宇治十条として分類されています。この宇治十条の主人公は誰でしょうか宇治十条の主人公はカウル・ゲンジです。そして話の舞台が宇治に移ります。背景。 か,かれています。因果を方に焦点が当てられていますね。その後のストーリーの中心は、光源氏の息子、カール源氏に焦点が移り、45畳から54畳までの時間は、宇治十畳と呼ばれています。 光源氏の死後、光源氏は二十歳の頃の物語です。物語の舞台が都から宇治という死に移る。そのため宇治上場という台が付けられています。その舞台も教殿ではなく、宇治川のほとりにある山椒に変わります。 今までの物語の展開の中心である政治、公職という題材に加えて精神的な題材、仏教への執着が顕著に見られるようになりました。カウル・ゲンジと八チ宮、カウル・ゲンジ、これからカウルと呼びますが、カウルはゲンジの息子としての生活は 映画を極めて言いましたが内面的には仏教を取り分け情動しそうに傾いていましたそして源氏の弟八宮に仏教の教えを求めて無事に通うようになりますカオルの性格は女性に執着しまた色好みでもあった親の ヒカルゲンとは全く違っていました。精神的な面を大切にするカールは通っていた宇治山のアジャーリの紹介で、ハチミヤと知り合いになります。その人柄に魅力を感じるようになりました。宇治住場では、それまで中心的な役割を果たしていたヒカルゲンジの死後、 その腹違いの弟のハチミヤが代わりに登場します。このようにハチ宮は光源氏の義理の弟にあたります。話の舞台はハチ宮が2人の姫君と住んでいる宇治市でアです。ハチ宮は京都から宇治へ 出家を志して、二人の娘、大君と中君を育てながら、修行や瞑想などをして、日々を過ごしていました。ある日、カールは、うじのやしを訪れた。その際、有明の月の下で、琴とと琵琶を合奏。 する姫君たちを見ました。上辺で優雅な姫君たちの姿に心惹かれたカオルはおい君とふみを交わすようになります。おい君は自分より妹の中の君のことをカオルに勧めるつもりです。しかし カ玄師は大きみのことしか考えられなくなっていました。彼は大きみに歌を送り続けます。そして、親友のニオノミヤに二人の姫君のことも紹介しようとして連絡します。ニオノミヤにうじの姫君たちのことをあれこれ進めます。しかし、 にオみやはさんに暮らす石鹸知らずの女性は面白くないと思っていたので彼女たちにあまり関心の示さないんですね友人のカオルがそんなに深く思っているウジの姫君とは一体どんな人だろう会ってみなければわからない行ってみようと思い たち、二の宮は家を訪ねます。そして妹の中の君に心を惹かれてしまいます。八の宮は二人の姫君のことが気になり死ぬ前に薫にその将来を託します。そして死を迎える前に姫君たちにも次のように言います。 うちの三里を離れて結婚しない方がいいよ。こういった遺言してから、八の宮が亡くなります。このように、二の宮は中の君と親しくなっていきます。彼女のもとに通うようになり、二人の関係は続き、 結婚することになりました。ニオノミヤは中野君と一緒に京都の二条院に入ります。このようにニオノミヤと中野君の関係を見て、カオルはおい君に自分のことをもう一度真剣に考えてほしいと積極的に歌います。しかし、 結局は断られてしまいます。そうこうしているうちに、追い気味は突然発病します。カオルは、公務も帰り見ず、看病するが、彼女は亡くなってしまいます。大きい衝撃を受けたカオルは、うちの山椒にこもり、追い気味の思い出に、 受けるようになります。カオルの孤独と絶望をそばで見ていた中の君は自分のイハラの妹であると判明した浮き舟をカオルに紹介しようとします。追い気味に売り二つの浮き舟を見てカオルは 次第に心を惹かれていきます。浮船の秘密八宮の妻であった北の方は事情の中の君のお産の後9秒で亡くなってしまいました北の方が病床にある頃手伝いに来ていた北の方の命 中条の君は八宮と関係し身ごもりました。しかし八宮が彼女との関係を認めなかったので中条の君は生まれた女の子を連れて都で一人で育てるようにしました。この子が成長して生き舟となりますが。 中上の君は次第に6つの国士と結婚します。夫の年次に浮き船を連れて行き大切に育てていました。浮きプが二十歳の時、旧婚者のズレをひたちのスケが現れます。しかし、 本当の親のことがバレてしまいます。それで、縁談話は途絶えてしまいます。浮舟は二女院の中の君が自分の姉だと知り、彼女を訪ね、一緒に二女院に住むようになりました。うじで、カオルが仕立ていた、おい君の死後、 彼の絶望を見て、中野君は、老い君によく似た受け舟を紹介します。しかし、受け舟は、都の二条院で、仁の宮からし国を攻められ、脅されたりもしました。そのため、母の中の君は、 カウルに相談して、浮き船をうジにかくまをと、ミを抜け出すようにします。しかし、ニオノミヤもうジへ向かい、夜中にカウルをよそい、浮き船の部屋に入り込んでしまいます。カウルとニオノミヤの両者の間で、 葛藤しかし、ウキブ舟は精神的に大変苦しみます。そして、ウジガでニュースイを図るようにします。浮きブは亡くなってしまったと思い。中の君、ニオのミア、カオルなど、周囲の人々はヒタにくれます。しかし、 時とともに次第に元の生活に戻っていきます。ところが、浮船は川に飛び込んだものの死にませんでした。意識不明の渋滞で川岸に死んだように倒れていた浮船は通りかかった横川の想像に発見されます。想像に助けられ、 健康をも取り戻したお気ふは、次第に元の生活に戻っていましたが、彼女は自分の身の上を明かさず、ただ仏門に入りたいと願い、提発して修行の日々を送ることになり、それで 満足を感じます。浮キはまだ生きているという噂を聞いたカオルは、真偽を確かめるためにヒエザーにおもむきますが、浮キに面会を断られ、やむを得ず、都へ戻ります。最後に、源氏物語という超大な作品を二部作構造 として扱う説はもともとあったが戦後日本では三歩作構造説が広く受け入れられましたつまりキリスボから富士の裏場までの第一部若かの上から幻までのまでの巻きを第二部そしてにおいから夢浮き橋までの 牧雄第三部都市それぞれに天皇統治下における光源氏と藤壺の物語、摂関政治下における柏木と女三宮の物語、荘厳僧院生活におけるカウルと浮舟の物語。 という副題が付けられます特に第三部には女性の解放と救済に強く憧れる作者の意図が読み取られます宇治十条の各官の代橋姫宇治十条の最初の官の題名です橋姫は橋の守護神である 女神を意味します。各地に残る女神伝説の中でも、特に山城の宇治の橋姫は有名です。ここでは光源氏が二十歳から二十二歳の間までのことが書かれています。贅沢な生活に恵まれていた彼は、 次第に精神的なことを求めるようになり、出家を願い、宇治で入道生活を送っている、光源氏の伊母帝の八宮を訪ねるようになりました。もともとの感銘は宇母足であり、俗肘の八宮を宇母足として 敬まったことに由来しています。藤原の定価が表した注釈書、奥入り第二次では、宇ばそ一名、橋姫となっている。しかし、後になって広く定着した漢名である橋姫は、香織が読んだ次の歌に由来しています。橋姫の 心を組みて高せさす。竿の雫に袖像ぬれぬる。氏の橋姫は流れが速い氏の河瀬にいて、人々の罪や汚れを運び去ってきれいにしてくれると信じられていました。その他、氏の橋の守り神、騎乗、 などいろいろな話が残っています。シガモ元の巻についてこの感銘は薫が亡くなった八宮のことを思い出して読んだ歌に由来しています。立ち寄らん影と頼みしシ椎賀元虚しき床に なりにいけるかな。薫の歌の意味です。自分が立ち寄ることができて支えてくださった椎の木つまり八宮がお隠れになって、彼の部屋がむなしくなってしまったことだ。立ち寄るべき支えと 頼,頼りにしていた八の宮が恩行していたところは、ただ後をとどめているだけで、虚しくなりました。我が死と頼りにしていた八の宮を失い、薫は投げています。この間では、姫君二人に対する薫と仁王の宮の思いが、 描写されています揚げきこの感銘は薫が八宮の一周期法要に寄せて大い気味に読んだ和歌に由来します。揚げ巻に長きちぎりを結び込め同じところによりもあわなん。 あなたがより結んでいる揚げ巻き結びのようにあなたと私も長く寄り添えるようになりたいものですという意味です。さわらびこの感銘は中野君が詠んだ次の歌に由来します。この春は誰にか見せん亡き人の形見に詰める 峰のさわらび中野君は宇治のあじゃりからいつものようにさわらびがわらびが届くのを見てその心遣いに涙が出るほど感動しました。宿り木この缶の名前は浮船の隠れ家を訪れたるが読んだ和歌に。 由来します。宿り木とは、ツタの異名です。また、宿り木と、宿り木は、かつて宿ったを意味する掛け言葉です。あずまやの巻についてです。差し止むる、むぐらやしげき、あずまやのあまりほどふる、 まそそきかな。あすまやのまだれに濡れて、戸口に生い茂った雑草が塞いでいるのでしょう。あまりに長い間、待たされていることよ。これはカオルの歌です。この和歌は、神社などで演奏されるカグラ、柏原の歌が、 元となっています。神楽とは、神を祀るために演奏する歌や舞です。浮船。立花の小島の色は変わらよ。この浮船像、行方知られぬ。これは浮船の歌です。に王宮みは、浮船に心を奪われていきます。浮船と心置きなく、 語り合うことのできるところを、家来の解き方に準備させていました。そこは、宇治川の対岸にあり、小舟で行かなければなりません。仙道は、突然、船を止めて、これなん、立花の小島、と告げます。そこで、仁王宮は、 年ふとも変わらんものか、立花の小島が先にちぎる心は、と歌いました。歌の意味は、たとえ年を経ても、ちぎりは、私たちのちぎりは変わるものではありません。という意味です。 その、仁王の宮の歌のに対する、浮きの返答が、今回の歌でした。突然、船を止めて、これなん、立花の小島と、銭湯は、歌い。仁王の宮のは、返答に、自然を歌います。それにまた、返答したのが、 先ほどの浮舟の歌です。立花の茂る小島の色は変わらないかもしれませんが、水面に浮く小舟のような私の身はどこへ漂っていくのでしょうか。浮舟は歌ったのです。薫と仁王の宮の二人から愛された浮舟は 悩み。ついには、受水自殺を図りますが、よかわのソースに助けられて、出家し、人目を避けて生きていきます。かげろう。浮船が行方不明になり、女房たちは、彼女が受水自殺を図ったと知り、嘆き悲しみます。それでも、 真相を隠すために、急遽葬儀を行います。ルもこのことを知り、悲嘆にくれます。しかし、夏になる頃、ルは新たに妻の姉、女一宮に心惹かれるようになるのでした。 カオルは、ウジの八の宮の姫、姫君たちを、次々と思い出しながら、影楼に見立てて、次の歌を読みました。ありと見て、手には取られず、見ればまた、行方も知らず、消えしかげ女君たちを、 次々と思い出して彼女たちをカゲロウに見立てて歌を詠んだのです。カゲロウとは儚い命の虫のことです。手習い受水自殺を図った浮船は宇治川近くに倒れているところをよかの想図に 助けられました手厚い解放のおかげでやがて健康を取り戻しましたが、浮舟は出家を決意していて誰にも会おうとしません。この章の別名は手習いの君である浮舟の異府亭の名前に基づいています。 また、本館の中で自殺を図ったけれども、助けられた浮舟が手習いをして心を慰めたことにも由来しています。夢の浮橋、カオルはヨ川に赴き、浮舟に対面を求めますが、ヨ川の総図に断られます。 そのため、カオルは、浮船の弟、小気味に、原則を求める手紙を託しました。しかし、浮船は一切を拒み、仏道に専念する覚悟から返事すらしませんでした。カオルは、浮船に心を残しつつ、与川を去ります。この 夢の浮橋という感銘は、冠中の次の薫の歌に由来します。海苔の詩と、尋る道を、しるべにて、思わぬ山に踏み惑うかな。仏法の死を求めて、尋ねてきた道ですが、それを道しるべとしていたのに、思いがけない恋の山道に、 迷い込んでしまったことよ。世の中は夢の渡りの浮き橋か。打ち渡りつつものこそ思え。藤原の定家の古注釈源氏物語奥入りでは、感銘の夢の浮き橋よ出典の出展未詳の子か。世の中は夢の渡りの浮き橋か。 打ち渡りつつ、ものこそ思えに関連するとしています。なお、この間は、ノリの死という異名で呼ばれることもあります。以上です。